まずトップに出たのはサンコスエボリューション。サンコス早くも戻ってきた。サンコスここまで安定した走りを見せているぞ。レースも中盤戦、現在トップは1コース。しかし2位以下のマシンも負けていない。ここからの逆転に期待だ。ラスト1周、サンコス前を走る。1コース追いかける。熱すぎる天気、接戦を制してゴールイン。